どうもこんにちは、今回はですねフレックステールさんのビラランタン、こちらをですねご提供いただきましたのでご紹介していきたいなと思います。フレックステールっていうとですねあんまり聞き慣れないメーカーだと思うんですけども、ちょっと前にですねこのチャンネルでもエアポンプの動画を出しました。小型のエアポンプだったんですが、エアポンプとしても使えるしランタンとしても使えて、なおかつモバイルバッテリーにもなると、一つでいろいろな役割を持っている製品でした。で今回のこのビラランタンなんですが、こちらに届いたのが2種類あります。現在ね幕開けで販売されているのはこちら側、完成版といったらいいんでしょうか。幕開けで購入できる方はこちらのビラランタンです。でもう一つのものがですねこちらは販売されてないようなんですけども、これから今後販売していく予定があるのかな、ちょっとその辺わからないんですが、組み立て式のビラランタンになってます。中身は同じなんですけども、違いとしてはですね組み立て済みなのかそれとも組み立てするものなのかという違いがあるようです。で今回はですねこの組み立て式のものをね作っていこうかなと思ってます。特別に名前を入れてくれるということだったので、こんな感じでですねかの力という名前を入れてもらいました。ドライバーとですね六角レンチが必要だったんですけども、この中にね付属として入ってます。
はい、終わってから気づいたんですけども、こんなね、指袋っていうのかな、指を保護する手袋がついてました。回線とかも触ったりする可能性があるので、まあ本当はこれやった方がいいでしょうね。親指、人差し指、中指、親指、人差し指、中指のような感じで、左右ね、6個ついてます。まあ、今回はね使いませんでしたが、まあ、組み立てることがもしあればですね、こういったものを使うのもいいのかなと思います。それと付属してたのがこちらですね、 Type-C の充電用の USB ケーブルです。はい、組み立てたものがこちらになります。ちょっとねネジがうまく止まらなかったんですけども、まあ使うのに支障はないでしょう。使い方は簡単ですね。ここがスイッチ、上がオフ、下がオンと。で、これねちょっとアナログ的なんですけども、ここがですね調整スイッチになってます。スイッチというか調整つまみって言ったらいいのかな。だいたいこういうのって長押しでやったりしますが、これに関してはねこういう風な、アナログなつまみがついてます。で、あとこちらですね、こちらは色合いの調整ができるようになってます。色温度ですね、これだと真っ白いですけども、左に回していくと、電球色に近い色合いになってくれます。うん、可愛いですね。今回作ったのはねこちらになりますけども、まあ、せっかくなんでもう完成版ですか、完成品の方もちょっと開けてみましょう。お、すげえ、なんかちゃんと袋がついてる。レザー調の袋がついてますね。これはちょっとかっこいいかも。で、説明書。で、充電用の USB ケーブルですね。Type-C のものです。おお、ちょっと色も違うのか。はい、これ完成版、組み立てしないやつですけども、ここが違いますよね。このつまみの色合いがちょっと違いますね、組み立て式のものと。そうなんだ。なんか僕はこっちの方が好きですけどね、ちょっと銅色っぽいというか。組み立て式のものにはねこういった、収納袋入っておりませんでした。この収納袋もねなかなかかっこいいですけどね。レザー調の収納袋になってます。まあ幕開けでね手に入るのはこちらということだったんですけども、今回僕はこれを作って色も違うのになんでこっちを紹介してるんだろうって感じはするんですけど、まあ、これねちょっとね見た目では分かりづらいんですけども、ここの一番外側ですね、外側ここの部分、ここの部分がアルミになってます。アルミになってるんで硬いんですよ、金属製で。まあ、この辺とかはプラスチックなんですけども、ここの外の部分と持ち手と、ここの何て言うんだろう、鉄格子みたいな部分、ここは金属製になってます。それ以外はプラスチックと。で、今回作ってみてなんですけども、まあ、作り方自体はですね、そんなに難しいもんじゃないです。今回動画作ってですね、わりかし分かりやすい組み立て手順になってるんじゃないかなと思います。まあ、公式だとねちょっと組み立て手順がおかしなところもあったんでちょっと修正させてもらってるんですけども、まあどっちがいいかですよね。組み立てる方がいいのか、それとも完成品がいいのか。僕個人の意見としては、まあ、完成品の方が楽なのかなって感じはしますね。この辺とかちょっとねネジがうまく入らなかったんですよ。でネジがうまく入らない理由としては、ここはさっき内側にこう取り付けましたよね。ここが穴は開いてるんだけど、どうもネジ切ってないっぽかったんですよね。ネジ切ってないんでなかなか入んなくて、あまりやるとねこれも舐めてしまうのでやめたんですけども、まあ、そういった細かいですねちょっともうちょっとネジ切るなりなんなりした方がいいよっていうところもあったりしたんで、まあ、こういうねちょっとネジが浮いちゃっても気にならないのであれば、まあ、こっち作るのもいいかなと思うんですけど、このね組み立て式のものを売るかどうかも僕知らないんですよね、正直。だから、今幕開けでやってるのはこちらですからね。ということでですね、今回はこのフレックステイルのビラランタン、こちらをねご紹介してみました。まあ、なかなかバッテリー持ちもいいと思いますし、あとはこのデザインですよね、ちょっと古臭い感じというか、アナログチックなというか、このデザインもですね面白いランタンだと思いますので、
まあ、気になる方はですね、幕開けで今クラウドファンディング中なので、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。それでは